どうも、ブガバリです。サンドの飯よりスニーカーが好き、デルピエロ石田です。よろしくお願いします、はい、ということでですね、今日はですね、はい、コレクターさん家にお呼ばれしていただきましてですね、遊びに来ましたよ。おさっきね、ちょっとさらっと見たんですけど、はい、やばいね。いやいや、本当になんかビビったね。見たことないものがたくさんありますね。はい、ちょっと今日はそれをね、紹介してさせていただこうかなと思っております。まずそちらが見て、右手ですね、はい、トントン。いや、これ皆さん、セブンティシクサーズの6番、皆さん分かります？アフロヘアのガバリさんじゃないですよ。アフロ上がると言ってまあ、俺じゃないとしたら、はい、ジュリアス・アービングですよ、 AKA ドクター・ジェイ。まあ、コンバース履いてて、うん、で、まあ、ジョーダンの前にもうフリーズラインから飛んでダンクしてる方なんですけど、お、はい、まあ、これの、まあ、見た通り直筆サインなんですよ、はい、で、どうやらもう全部もう当時もうの直筆サインでいただいてる方らしくて、はいはい、もう本物なんですよ。だからもうこのクリアケースに入っちゃってるし、クリアケースに入れてるって時点でもうちょっと、いや、そうなんですよね、コレクター感がもう。で、さらに、まあ、最近 NBA 好きになった方だと後ろの金色の8番、はい、うんうん、コービー・ブライアントの8番なんですけど、はい、あの8番の間もどこやら本に直筆らしい、うん、あ、マジっすか。これうわ、直筆サインが入ってるんだ。すごいよ、多分これ。だから売ったら、いや、売らないでしょ。いや、売ったらでも売ったら確かにもう本人着とかだと、いや、すごいよ、だからすごい、もうめ超レアじゃないですか。はい、すごい方よ、これ。おー、で、まあ、一応、なんか怪しいんじゃないのみたいな思うじゃないですか、うんうん、もう僕ら全然年上の方なんで、はいはい、怪しいどころの話じゃなくて信用しかない。もうすっごいですね、信用ですよね。もうすごいよ、これ。ああ、まあ、でももうすごい、なんすか、こんななかなか手に入んないものですよね。デッドなんじゃないの。ああ、新品な。そう、新品、デッドストックじゃない。だってシワとかなんもないよ。うん、もう最近で言ったらもうウェアミーよ本当にどういうことですか。いや、だからウェアミー冗談出たでしょうよ。履いてください、履いてください、出た。いや、これ履いちゃダメだけど、履いちゃダメですよ、ね、そうそうそう。でね、まだまだここのお部屋にはたくさんね、はい、コレクションがあるんで、お、一個ずつまた紹介していきたいと思います。はい、ガバリさん、これ、はい、うわ、ジョーダン8、完璧に加水してるじゃない。はい、で、ここのサイン、お、本人直筆らしいよ、マジで。ええー、うわ、サインが入ってる。そうなんですよ。はあ、欲しい。これ、あの、コピーとかではなく、本だね、コピーっぽくないもんね、そもそも。すごい、加水分解してるってのが僕逆に安心してる部分だって、その当時の感がだし、俺、うんうん、これ履いてたんじゃないかな、本人この大きさ。サイズ超でかいですもんね。でかい、30、でも本人は32ぐらいなんですよね、確か。でもね、これ、まあ、左と右ね、ちょっと若干ね、違く作ってるっていうオーダーメイドって噂もあるから分かんないんですけど、すごいな。でも多分これファイヘッドやつじゃないんじゃないかと思うんだよね。昔雑誌のカラーページとかでこういう本人着のやつあって、そしてこちら、そういうのがですよ、ベビージョーダンのフォルマリン漬けです。いやいや、違う、使ってない、飾ってるんでしょ、これ。見て見て見て、オブジェでしょ。めっちゃ可愛い。うわー、オリジナルのベビージョーダン、はい、シカゴ、つま黒じゃないよね、これは。あの、いわゆる今で言うシカゴっていう。そうだね、でもここ黒いからシカゴでもないんだよね。あ、本当だ、ね、白赤黒って言われてたやつですよね。真っ黒でもないけど、まあ、ベビージョーダン、うんうん、かわいい、うんうん、欲しいわ。これだけでもくれないかね。これかわいい、キーホルダーとかにしてね。このまま持って帰ろうかな、うん、いやいやいや、いやでもさ、人あるでしょ、うん、これ中の抜いたらバレるけど、これごと抜い、持って帰ったらバレないんじゃないのっていう、いやいやいや、なんでパクろうとするんですか。欲しいじゃない。いやいや、まあ、でもね、まあ、分かりますけど、これも、はい、まあ、昔のやったらチャンピオンじゃないですか。はいはいはい。で、サインは、まあ、やっぱり本物らしい、本人。額に入れるってすごくないですか、このユニフォームを。もういい領域が、もう熱量 がもう伝わってきますよ。ガバリさん、ちょっと何言ってるか分かんなくなってきちゃってますけど、僕的にはこっちの方が個人的には熱いなと思いまして、どうやらこれね、97年にブーズが優勝した時のピッペンのジャージに、レプリカですよ、もちろんジャンプだから、うんうんうん、レプリカジャージにその時優勝したメンバーのサインが全部入ってるみたいな。マジっすか。いや、すごいよ。え、これすごいじゃないですか。めちゃくちゃやばいよ。めちゃくちゃメジャーな方ばっかりの直筆サイン。そうよ、だからロドマンいるし、ピッペンいるし、うん、だからスティーブ・カーンもいる。で、さっき教えてもらったんだけど、ね、これがフィル・ジャクソンだし、うんうん、フィル・ジャクソン、うんうん、あとはね、ちょっとね、ぐにゅぐにゅぐにゅしてちょっと分かんないんだよね、実際、うん、ま、だから空港っちもいるのかな、どっかに、はいはい、
ただこれね、あの48ってあるじゃないですか、うん、サイズ。これ僕ちょうどいいサイズなんです。48でかいんだよね。48が僕ちょうどいいサイズ。あの昔のチャンピオン着丈が長いんだよね、この。そうなんですか。そう長い。俺これね、およそぐらいに来るから33。幅がね48僕ちょうどいいんですよ。ちょっとね全部解明したいところなんですけど、今日はちょっとね、うわすげえスペシャルなやつじゃないですか。ウェニントンだけでも解明したいな。ヒゲ親父がいるんですよ、ヒゲのウェニントンってやつが。へー、カールマローンぐらいしか僕ヒゲない。カールマローンはだから、うん、ヒゲねえから。そのヒゲあるか。ヒゲなかったでしたっけ。やるけど、そんなヒゲが印象的な選手ではない。僕の大好きビンス・カーターじゃないですか。え、すごくないですか。これビンス・カーターの直筆なのかな、これ。これもでもその類のものだと思います。いやでも、でもここでも僕の人だけ直筆しかないんだと思う。ないんだと思う。ちょっとさ、そう、 レプリカないんだと思う。何これっていうのがいっぱいありますね、なんかね。コピーないんだな。いいや、初めて見るものがたくさんありますね。まあショックがね、あの、あ、なるほど、復刻なるし、今年。なるほど、あのエアーではなくショックスっていうの。そうそう、あれが今復刻なるから。あのなんか入れ歯みたいな、歯みたいなやつね。そう、入れ歯はいはいはい、まあ、あれはあのこれ、お、あ、これな、お、まあ見た通りスラムダンク、シックススラムダンクなんですけど、はい、何がすごいかっていうと、うサインがあるわけですよ。うサインで、これが誰のサインかというと、う島本さんっていう方のサインで、僕はかなりゆかりのある人なんですけど、う最近若い子たちは多分全然ゆかりないと思うんですけど、うんうん、昔のね BS1 で NBA の解説をしてた方で、ひげのすごい可愛らしいおじさんなんですけど、ほうほう、でなぜこのシックスに島本さんのサインがあるかっちゅうと、はあ、これすごいですよ。あの島本さんって方は、うん、あのスラムダンク の、うん、あの安西先生のモデルになった方の、うん、そうなんですよ。そうなんすか。なのでこれに島本さんのサインがあるわけですよ。なるほど、すごいよね。安西先生って実物してたってことなんですか。実物、安西先生は実物してない。安西先生モデル、モデルがいらっしゃったってことですね。一応スラムダンクでモデルになったさ選手がいるじゃん。まあもう言われてます。監督もいるんですよ。あ、そうなんですね。そういうことなんです。しかも日本人ですね。そうですよ。うわ、すごいですよこれ。はあ。だからやっとかなきゃいけないことがあるでしょ、うん、はい、こっち向いて、はい、タプ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 。いや、知らないよ、新しい、新しいやつだ。そうですよ。安西先生と言ったらタプタプタプでしょ。タプタプタプって、いや、そんなないけど。そうですよ、はい、なるほど。おお。で、ラスト、クライマックスですよ、はい、こちら、うん、おこちら、うわ、ドリームチームなんですけど、当時日本で売られてたやつは白いのしかなくて、ドリームチーム1は、はい、2は紺があったのよ。で1には紺がなかったの、日本では。はい、でもやっぱこの方日本で買ってないんですよね。もう当時アメリカからもらってきてるってことで、はい、紺が存在するんですよね、1で。でこれもうすごいですよ、バルセロナオリンピック代表の直筆サインらしいですよ、マジで。じゃあもう本物で、しかももう世界に1枚しかないやつとかみたいな。これ多分マイケル・ジョーダンでしょ、はい、で多分、まあ、50って書いてある。なんだ、デビッド・ロビンソンな、違うな、50、そうです、デビッド・ロビンソンなのかな、うん、でチャールズ・バークレムとどっかにいるし、マジック、多分これマジック・ジョンソンだね。おー、そうそう。でドレックスラー、クライド・ドレックスラーって選手がポートランド・トレイブレザーズにいるんですけど、はい、クライド・ドレックスラーともう一人最後に選ばれてるのね、はい、でドレックスラーまでいるらしいの。おうおう。で最後に選ばれたのがデューク大学のクリスチャン・レイトナーって選手なんだけど、はい、まあ、クリスチャン・レイトナーは、まあ、ギリギリ入ったから、うんうん、当時あの大学生一人だけね、はい、アメリカ代表に入ってるんですよ、バルセロナオリンピック。おう。だからそこまでしか入ってない。レイトナーのサインはないらしい。おお。でもすごい、十分よ。十分っていうか、むしろ俺の中ではレイトナーじゃなくていらないかなっていう。これでいいかなっていう。いや全然あってもなくても、多分僕とかもう見たら分かんない、言われない人。すごいよこれ。ただすげえ方のなんだろうなっていう、ドリームチームのユニフォームだから。すごいよ、そのぐらいのイメージですけど。持って帰りたいの。いやすごいよ、サインなんてなかなかもらえないですもんね。そうなんですよ、やばいよこれ、羨ましい。うん、いや欲しいっすね、はい、もう。でね、もう一個なんですよ、こちらドンと、うん、スペースジャム。当時ロサンゼルスクリッパーズにいた、はい、ダリアス・マイルズだ。おお。ダリアス・マイルズ選手の直筆サイン、はい、あ、実際に選手がいらっしゃる。それを多分履いてたんだと思う、試合で。あ、そうなの。確かにサイズめっちゃでかいですもん。で今の NBA だともう高卒でドラフトできないのよ、うん、はい、なんだけど当時は高卒ルーキーっていうのがいて、まだ、はい、では簡単に言うと大学1年間でも行かなきゃいけない今は、うんうん、すごい欲しい履けないけどね。うん、ガバリさん見てくださいこれ。
いやすごいですねこれね。これすごいですよ、あの有名なポスターとウィングスの後ろも大変なこと、ちゃんと撮ってんすか、ちゃんと撮ってね。これあのこのポスターここ分かります、これフリースラインから飛んだ時にあったこの体育館の板をがの一枚に本人直筆サイン入ってるんですよ、ちゃんとオフィシャルで。ほら、シリアルナンバー付きっすよ。ほんとだ、1000枚のうちの122、192ですね。本物すごいですね。いや、やばいっすよこれ、ここ。こんなの持ってる方いらっしゃるんですね。すごいっすよ。もう、ガバリ君のテンション上がりすぎてここでドープを言うの忘れてるっていう。忘れてました、今。ほんとに普通に見入っちゃってましたよ。そうなんです、すごいものがあるんですけど、今日はね、これじゃないんですよ。もっとすごいものをお借りしたんですよ。なんすか、はい、こちらじゃないんですよ。今日紹介するもっとすごいものをお借りしてきたんで紹介していきたいと思います、はい、今日紹介するものこちら、どんどん。お、僕ね、僕も見たことないです、これ。何の箱、初めて見ました。一応ですね、まあ、なんとなく箱の概要でこれアッパーデックとか書いてあるんですよ。あ、まあ、NBA 好きには有名な会社でございます。なるほど、ね、ただ中身はちょっと分かんないんで開けてみたいと思います。あ、はい、じゃあここでいきましょうか。今日初の初のいきます、オープン。ドープっすね。まだビニールだから。ビニールだから。いやいや、一応開けたのに言うことになってる。じゃあ、はい、じゃあガバリさん、取り出してください。これ素手で触っていいんでね。いいんですか、これ。多分、さっきね、了解得たんで大丈夫です。はい。うわぁ。はい。なんすか、これ。やばいですよ。まあ、形だけ見たら、すごい。ジョーダン14ですね。はい。のブレッド、ブルーズカラーになるんですけど、はいはい。すごいのは、裏です。これ。な、この。うおぉ。これっすよ。うわぁ、なんとですね、うん、ジョーダンの直筆サインと、なんかここにシリアルナンバー書いてあるじゃないですか、はいはいはい、でさっきお話聞いたところによりますと、なんとこれ、あの1998年、シカゴブルーズとユタジャズ第6戦でラストショットを決めて、引退したマイケル・ジョーダンを記念して、はい、なんと限定で、ここに書いてある230足、世界限定の中の69足。え、マジっすか、の中の一つらしいんですよ、どうやら。やばいっすよ。スーパープレミア商品じゃないですか、じゃあ。引退記念モデルですよ。うんうんうん。14の。すごいな。230足しかないんですね。そうっすよ。これをガバリの指紋がつくというね。いやいや、そっちが、いや、いいでしょ、今。仕方ないでしょ、今。まあ、まだ、ちょっとね。そう、手袋してるんですけど。手袋ね。ちょっとテンション上がりすぎて。テンション上がりすぎて。ちょっとね、いや、すごいな。さすがにサインとかちょっと触るの。そうですね。ここはちょっと、でも本当、やばいですね。直筆のサインが入ってるものが。そうなんですよ。で、なんかまたね、ごちゃごちゃ言いそうな人がいるかもしれないですけど、どうやら本当にその筋の方から手に入れてる方らしいので、これマジ本物ですよ。本物、すごっ。大体この箱、見たことあります？ない。見たことあります？これ。この箱が、まあ、ないっすからね、この。僕も初めて見ました。ね、大体、ジャンプマンがボンってついてるタイプの箱が多いっすけど。で、さらに、すごいのが、この方ね。うん。こちらがあるんですよね。なんすかこれ。これはこの箱と靴についてるものじゃないんですけど、あの後々別でゲットしたらしいんですけど、これがどうやらこの木、ちっちゃい木あるんですけど、はいはい、あのラストショット決めた時のバスケットコートの板らしいんですよ。あ、なるほど。これコートの、そう、床です。床、フロア、フロア、やばくないですか。いや、ここドープじゃない、ここドープじゃないの。ドープっすね。すごくない？すごい。ちょっとなんか、よっちゃいか感あるけど。よっちゃいか、そうね。なんとかじゃないか感、もうテンション上がりすぎて出なかったね。いや、じゃないかな感あるけど。すごい。うわー、すごい。こんなのなかなか持ってる方っていないっすからね。なかなかっていうかね、日本でも1人か2人とかじゃないの、これ。うんうん。すごいよね。もともとだって、向こうから持ってくるのでも相当大変なもので。すごい。うわ、これもね、そんなの今日お借りできたというね、おぉミラクルですよ、これ、本当に。いや、すごい、なかなかとか、ほとんど見れないものだから、はい、僕なんかだって、知らなかったですもん、こんなものがあるなんて。いや、わかんないです。僕も、このジョーダン14で、はい、この、要は、あの、なんだろう、スペシャルなものがあったってことも知らなかったですもん。いや、ありがたいし、お目にかかれたことがありがたいし、うん、いや、すごいですよ、拝んだ方がいいですね。本当にありがとうございます。本当にありがとうございます。はい、神回ですよ、これは。これ神回です。はい。
はい、ということでね、もう結構見てる方々もお腹いっぱいになったんじゃないかなと思います。ということで今日はですね、はい、コレクターさんの家に遊びに行ったでした。以上です。どうチャンネル登録よろしくお願いします。そして今回の動画がマジ鬼ドープだったんじゃないかなー感だったら、ぜひグッドボタンお願いします。以上です。どうー。